はい、それじゃあね、今回は四角六番免疫生体防御のところのカッコ4番体液性免疫のお話をしていきます。はい、では早速いきましょう。はい、まず丸1番、抗原が侵入するとね、前やりましたね、マクロファージとか樹とか樹状細胞ですね、が捕捉するんですね、抗原をね、パクッと。でそれでその情報をヘルパー T 細胞に、もう末期期ですね、重要すぎるぐらい重要なのでね、ヘルパー T 細胞や B 細胞に抗原提示ですね、するというわけですね。でヘルパー T 細胞が伝達物質を分泌して B 細胞を刺激するB 細胞は増殖分化して抗体産生細胞になると。で細胞が分泌して他の物質に働きを与えるような物質を、これサイトカインって言うんですね、サイトカイン米印サイトカインといい、特に白血球が分泌するサイトカインをインターロイキンというわけですね。で分化した抗体産生細胞は抗体を産生し体液中に分泌する、抗体は抗原と結合し抗原の作用を不活化する、これを抗原抗体反応ですね、ノーというんですね。はい、で抗原抗体反応という生じた抗原抗体複合体はマクロファージによって処理されますよと、ね、でその後このような体液の抗体の関わる免疫を体液性免疫と言いますというわけですね。というわけですね。はい、ここまではね、まあ今までちょっとやりましたよね。でその後抗体は免疫グロブリンね、免疫グロブリン今まで名前はね、時々出てましたね、グロブリン、ね、免疫グロブリンというタンパク質で、で幹図のような構造をとってますよということで、絵を描きましょう、皆さんね。はい。まずね、どうしようかな。よいしょ。左半分をまず描きましょうかね。じゃあ。これこんなにこっち寄せて右描けるのかな。描けないね。もうちょい左から描きますね、僕。右側にね、ちょっと説明を書きたいので、若干右側開け気味で、皆さんの授業プリントはね、左寄りぐらいでね、書いておいてください。よいしょ。よいしょ。はい。こんなんを書いて、これをもうワンセット書いてください。左右対称でね、真ん中で左右対称にして、もうワンセット書いて、でこのでかいやつとちっちゃいやつをこの線で結んで、でかいやつとちっちゃいやつを線で結んで、でかいやつとでかいやつを線で2本で結んでください。はい、こんな感じで、次の作業はこのちっこいやつの上半分、これと合うような感じで、こちら側もここ、こっち側もちっちゃいやつの上半分、それと合うようにこんな感じ。
で、にしてここの部分を塗ってください。はい、固定は書けるかな、無理そう。皆さんちょっと待ってね。ダッシュで僕書きますね。もう一回ちょっと位置を間違え、位置が悪いですね。書く位置が、よいしょ。で、よいしょ、ごめんね、ちょっとポイ。オッケー、こんなもんですね。はい、じゃあここまで皆さん準備できてるはずですね。で、そしたらまずこの赤色の部分ね、とこの白色の部分に大きく分けられるわけですね。この赤色の部分のことを可変部って言います。なんかいろいろコロコロ変わりそうですよね。名前的に可変部、変えることが可能なんですね。で、一方下の部分は定常部って言って、まあ、常に定まってるような部分があるんですね。ね、で、この可変部のところね、こういうここね、色変えようかな。可変部のここのとこね、ここのとことかここのとこっていうので抗原と結合するんですね。なのでここのことを抗原結合部って言うんですね。なんで上開けたか分かりましたよね、これでね、はい、上に抗原結合部って書きたかったからです。で、次この大きな鎖と、あ、小さな鎖と大きな鎖と2つありますね。鎖でこうタンパク質ですからね、タンパク質のペプチド差じゃないですか、ね、この短い方のペプチド差のことを L 差、 K 差、ライトチェーン、ね、まあ L 差、ね、で長い方、でかい方のこちらのやつを重差、ヘビーチェーン、 H 差と言います、ね、はい、で青色で書いたやつ、ね、なんかこのペプチド同士を結ぶやつ、ペプチド同士の架橋ねって言ったらもうこいつじゃないですか、 もはやジスルフィド結合ね、このこの青線っていうのはジスルフィド結合です。はい、 OK、終了、ここまで終わりですね。で、次 CF ってとこにね、免疫グロブリンには大きく5種類あり、それぞれ IgM、IgE、IgG、IgA、IgD っていうのがあると。で、この中で最もメインに働くのは IgG で、花粉症などのアレルギー反応は IgE によって引き起こされる。ああ、そうですかって感じですね、はい、IgG ってやつがね、一番特異性が高いんですよ、ね、で IgE っていう IgM か、最初に作られる IgM っていうのは、まあ、やりましたよね、書いた免疫の概要のところで。 IgM っていうのはふんわりとね、だいたいこんな感じかなみたいな感じでやってるんですね。で、 IgG はもうあいつだ決定って言ってボガーンっていくような感じですね、はい。で、次丸8番、同じ抗原抗体反応でも実際に現れる現象は様々で、血球がくっついて塊になる凝集反応、ちょっと待ってくださいね、凝集反応、凝集反応とか、その後血球が溶解する溶血反応、溶血反応、凝集反応はね、すぐやります、次の授業でね。で、溶血反応はね、もうちょっと先で、ね、RH 型マイナスとか RH 型プラスとかいうね、ところでお話しますね。で、あとはタンパク質の沈降反応。書けない。沈降反応。
って言いますというわけですね。あ、じゃあ進行反応は次やるのか、凝集反応もやるのかな。あ、凝集反応もやりますね。凝集反応と進行反応と両方やりますね。はい、で丸9番、また最初の抗原侵入の際に増殖した B 細胞の一部は、ね、免疫記憶細胞として残るでしたね。記憶細胞、記憶よいしょとして長く残ると。このため2回目の抗原侵入の時は1回目よりも素早くしかも大量の抗体が産生することができるって言うんですね。でこの免疫記憶細胞があるっていうことを示す顕著なグラフがあるんですね。はい、ここまで大丈夫ですか。次そのグラフ書きますね。それでこの授業最後、はい、いきます。皆さんね、授業プリントの下のところに余白があると思いますね。そこのところに今から僕が書くグラフを書いてください。はい、まず軸を書いて、はい、軸を書きまして、で抗体産生量、ね、縦軸は抗体産生量、はい、で横軸は時間、で用意するものは抗体 A、 あ、抗原 A、 抗原 A と抗原 B を用意します。なのでこれに対しては抗体 A が作られるし、これに対しては抗体 B が作られるわけですね。で抗体 A を、まあ、じゃあ黄色線で、抗体 B を青線でグラフ上に書いていきます。はい、いろいろしますよ今からね。まずまあいいか、抗体 A からいきますか。あ、抗原 A からいきますか。まず、ね、これこの辺で抗原 A をぶち込みます。ちょっと抗原 A はこれ丸 A って書くようにしますね。で抗原 B も丸 B って書くようにしますね。丸 A をぶち込みました。そうすると、まあ最初の間はこの抗体 A に対する抗体って別作られないんですよ。まあもともと一番最初ね、打つ前は もちろんないじゃないですか。で打たれてから抗原 A が入ってきてからちょっとの間ね、合成されないですね。まあ大体2週間ぐらい、だからその2週間の間はね、自然免疫で頑張るんですよ。で2週間ぐらい経ったらね、ピューッと抗体量が増加してくるんですね。でもまあすぐに終わる、こんな感じ。はい、こんな感じね。これこの低い山ね、これ一次応答って言います。一次応答ね。でさらに次は抗原の A と抗原の B 両方をダブルで入れます。ダブルで入れると抗体 A の方はすぐにピュッと上がるんですよ。でこんな感じ。なんでかなって言ったら、免疫記憶細胞が残ってるからですよ。ね、入ってきたら、うわやったー、あいつ来たーって言ってメモライズしてありますからね。もうそれをもう認識してね、抗原 A が入ってきたっていうことを認識して、もうね、よっしゃこいつもすぐ潰せるぜって言って、すぐに抗体を作るようになるんですね。でこれ一気にね、ボッと短期間で増える。こっちは二次応答って言いますね。でも抗原 B に対する抗体 B、 あ、抗原 B に対する、ね、抗体 B ね、抗原 B は今まで打ってないですからね。こいつは先ほど同様ね、さっきの一番最初の抗体 A、 あ、抗原 A 打った時と同様、2週間ぐらいね、何にもなくて、音沙汰なくて、でまあその後ね、ちょっと増えて終了っていうね、まあこういう一次応答のグラフを示すわけですね。
ね、はい、OK ですか。はい、ということで今回の授業は終わり。はい、それではね、今回のこれだけはですね、今回のこれだけは、こちら、この免疫グロブリンの構造、これね、しっかりと自分で書けるようにしておいてください。はい、それではね、今回の授業はこれで終わりにして、次回は、沈降曲線っていうお話と、あと、抗体の多様性、ね、ここの可変部のところね、なんか変わるって言ってましたね、それのどうやって変わっていくのかなっていうお話をしていきます。はい、それではね、次の動画へどうぞ。